はい、明けましておめでとうございます。ね、2017年。はい、はい、開けました開けましね。た。コケコッコー。はい、新年からすみません。はい、はい、ということで、行ってみましょうか。いつもの、はい、はい、せーの、フォトアドバイスチャンネル、イエーイ。ということで、プロカメラマンの中村光人です。はい、MC の中島あずさです。今年もよろしくお願いします。はい、今年もよろしくお願いします。ねえ、はい、ね、お正月気分がまだちょっと抜けない感じではあるんですけど、お正月はどうしてました？お正月はですね、うんうん、実家の栃木に帰って、はい、うん、写真撮ったり撮らなかったりしつつ、うん、こたつでまどろんでおりました。ね、正月ってやつですか？そうですね。そうですね。なんかイメージあるんでね、正月っぽい感じがする。食べて寝て食べて寝てをもう順当に繰り返していき、うん、幸せだったんですね。はい、そうですね。そっか、うん、中村さんは？僕は1月1日は絶対なんか写真撮るってずっと決めててずっと撮ってるんで、またちょっと初日の出を撮りに行ってきました。はい、今日ちょっとそのお話をしていこうと思ってます。おー、うん、おー、楽しみ。ね、でもまあなんか暖冬というかね、なんとなく暖かかったんで、撮りやすい、ね、年ってあるような気が。お天気も結構良かったですよね。そうそうそう、お天気も良くてね、うん、なんかそんな感じで、はい、ね。ということで、コーナー1でよろしくお願いします。はい、はい、よろしくお願いします。さあ、というわけでお正月初日の出を撮りに行かれたということですが、今回は何かコンセプトとかあったんですか？コンセプトはですね、まあ初日の出を撮りに行ったんだけども、まあ、初日の出だけだと、うんうん、それだけしか撮れないんで、ね、まあちょっと他のものも撮ろうと思って、はい、昔コマーシャルで一粒で二度おいしいって知ってる？幼き頃の記憶で、はい、そうそう、一粒で二度おいしいという感じで、うん、1回で2回以上おいしい撮影っていうのをちょっとやってきてみました。うん、1回で2回以上おいしい。そう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 、うん、ね、そういうのやってみた。はい、でそんな一箇所で何度もおいしい、はい、うん、撮影スタイルを今日はお話ししていただけるということで、はい。はいはい、場所はちなみに、ね、山梨県の富士川町っていうところに行ってきました。で、そうそうそう、ちょっと町合併して富士川町っていう名前になったんだけど、もともとマスホのダイヤモンド富士っていうところで、マスホというね、うん、とこだったんですよ。はい、でそこで日いずる里、日が出る里っていうぐらい、はい、そういう名前がついてるぐらい、そのやっぱ太陽のね上がってくるのが、うん、まあちょっと有名な里なんですけど、そこで元旦の日に、はい、富士山の上からね太陽が上がる、ダイヤモンド富士なんで、それを撮ってきました。はい、うん、ちなみに何時頃こうその撮るスポットに到着したんですか？ね、それは東京大晦日の夜中出て、それで朝3時前ぐらい、2時ちょっと過ぎぐらいかな、2時ぐらいに着いて、でそこに到着したんですけど、はい、まあダイヤモンド富士自体は7時半なんですよ。はい、お、結構ありますね、うん、結構3時間ちょっとぐらい、4時間近く空いてるでしょ。はい、でまあその間寒いし何してようかなっていう感じなんですけど、うんうん、ね、で見るともう準備して来てる人はたくさんいるんだけど、みんなやっぱ車の中でちょっと、うん、街みたいにそれでもうアイドリングして待ってる人が多くて、ちょっと ねそれはね、そうだからその間なんかほら、せっかく写真撮りに来たんだから、うんうんうん、やることあるじゃないですか。目の前になんかほら何があると思う、夜空には。夜空には満天の星がそうそうそう、綺麗な星が、星があるわけですよ。はい、撮らなきゃもったいないと思わない？あ寒い中じっとしてるとか、あと車の中でせっかく早起きして、早起きってもうほぼ徹夜で来てて、車の中でただ単に日の出だけ待ってるのも、まあありだけど、はい、ありだけど目の前にもう一個被写体があるじゃないか、あるじゃないかと、うん、いやてっきりなんかもうずっとこう YouTube とかで何か見てるのかと思ってました。あ、なんかね、行く年来る年とかそう見ちゃうのかなって思ってたけれどうん、うん、星を、そう星をね、で結構ね、すごい星だったんですよ。まあ、快晴で天気が良かったじゃん、はいね、それであとやっぱり冬の空気、うん、あそうですよね、うん、でこの日いずる里と言われるぐらい、その太陽が見えるってことはやっぱり空も綺麗な向きなんで、うん、富士山と見えてるんで、ね、そこでちょっと撮ってきたんで、はい、でどのぐらい星がすごかったっていうのをちょっと見てもらおうかな。はいはいはい、これがね、そのマスホの富士川町の夜空です。星が動いてるでしょ。すごいですね。そう、これタイムラプスってやつでね。はい、あ、うん、流れ星みたいなのが。そうそう、
全部写一枚一枚写真を全部つなげたものです、うん、でつなげて動画にするとこうなるの。これ面白いでしょ。面白いですね、うんうん、あでこうだんだんそうそう太陽が向こうにあるんだ、だんだん上がってくるんです。それ待ってる間のね写真の面白さの、うん、待ってる間にそうもう撮れるっていうね、得した気分になりますね。得した気分になるね。へえ、うん、すごい、うん、キレキレ、うん、あ、ね、色がいい感じに、ね、そうそうそういい感じに、はい、ということでね、これは2時間ぐらい、はい、夜中3時20分ぐらいから5時何分まで、うんうん、40分ぐらいまで、ずっと撮ってたんです。この普通の一眼レフ D7200 で撮った写真、はい、なんか特別なのじゃなくて、うん、暗視カメラみたいじゃなくて、この D7200 の写真を1000枚ぐらいつなげたやつなんです。1000枚パラパラ漫画みたいな感じ。あ、なるほど、ちょっとずつこう1枚ずつが、それで星が動いてるじゃん、うん、それを1枚ず、はい、1枚こうつなげると、こうバーってこう動いてさっきみたいな風にできるの、うん、面白いでしょ。それも写真の、まあ、楽しみの今の、ね、デジタルカメラの楽しみの一つ、ね、これもだからさっき言った一粒美味しいの、うん、1回の撮影で、うんうん、止まった写真も撮れるけど、こう、こういうのも撮れるね、面白さが、うんうん、ある気がしない？します。ね、はい。で、その、まあ、2時間ぐらいシャッター切ってんだけど、うんうん、まあ、撮り方があるんで、まあ、それをまあ、ちょっとあれなんですけど、で、これ今、このタイムラプス、動画を撮りに来たんじゃなくて、はい、写真を撮りに来てます。そうですよね。写真を撮りに来てます。写真を撮りに来てるんで、はい、その完成写真をちょっと見てもらおうかな。写真はこういうふうになります。はい、この写真というのが、この比較名合成。っていうやつなんですけど、はい、いろんな言い方があって、コンポジット撮影とも言うし、はいはい、比較と比較名合成っていう撮り方です。比較名合成、うん、で合成っていうとちょっと世の中的に聞こえが悪いけども、うん、まあ、合成という言葉は使ってるけれども、うん、まあ1枚1枚の写真をそんなに長いシャッタースピードにしないで、うん、その1000枚撮って、はい、1000枚の写真を重ねたものです。あ、なるほど、うん、だから結果1枚にするために撮ってるので、うん、名前を合成ってついてるけど、もう1枚の写真と思ってもらっていいです。その時間を枠だけなんていうのかな、合成してる、どんどん突き出してるだけなので、うん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 、それがこの比較名合成コンポジット撮影って、あと、まあ感じ で星撮影はもう今これがもう常識的な撮り方です。あ、なるほど、うん、で2時間って言ったんで、まあだいたいシャッタースピード6秒とか8秒ぐらいで撮っていくんだけど、はい、で、まあ、8秒として、はい、まあ、1000枚撮ると8000秒、うんうん、8000秒でだいたい133分ぐらいなのかな、はい、だから2時間分ぐらいの星の動きが、うん、1枚の写真に、へー、うん、撮れる。なるほど、うん、これはなんかその重ねていくことによってこうどういう、なんですか、こう重ねて、うん、あ、はい、あ、だ結局ほらフィルムの時はさ、シャッターを長く開けてたじゃん、うん、うん、開けてたじゃんってか、星撮る時に見たいですよ。そうそうそう、フィルムの時はシャッターをずっと開けっぱなしにして撮ってたんだけど、うん、そんなに長く開けられなかったのね、はい、開けられなかったのねっていうか、まず、2つダメな理由があって、うんうん、特にデジタルになってからは2つ理由があって、1つはその2時間もシャッター開けたら本当の真っ暗なところで撮ってるわけじゃないので、はい、で星なんでほとんど絞りも開放で撮ってるんで、写真がもう大オーバーになっちゃいます。その星を撮るためにシャッターをずっと開けっぱなしにしてと、周りの光もあるし街灯もあるし車も走ってるし、でまあね、景色も見える景色なんで、肉眼に見えるぐらいなんで、2時間もシャッター開けたらもう写真自体が大オーバーになっちゃうんで、そんな撮り方は本当の真っ黒のところに行かないとできなかったっていうのが一つね。もう一つは、ね、デジタルカメラっていうのは電気で撮ってるでしょ、はい、でこの2時間もシャッター開けたら、この撮像素子、その間ずっと撮像素子を働いてるわけだから、カメラが熱くなっちゃうんですよ。あ、ね、結構ね、もう 数十分でもう熱くなって、こう、あ、なんか高いとかなっちゃうんで、そうするといわゆるノイズっていうのは変なこうザラザラだったりとか、はい、赤い点だったりとか、その写真の画面に影響がある、うん、悪影響が出るものがもう熱の影響で現れてきちゃうので、うん、もうそんな撮り方は原則できない、うん、で今はもうそういうふうにソフトが発達してるし、うん、この重ねる技術、その写真を重ねるデジタルデータの技術が発達してるので、こうやって短い秒数をいっぱい撮ってそれを1枚にするというね、うんうんうん、比較名合成という撮り方がデジタルでは主流です。はい、うん、なるほど。そう、ね、重ねた写真でこの前の写真と比較して、うん、いい方を重ねていくんですか。いい方っていうの、あ、原則全部重ねられるんだけど、うん、たまにほらやっぱり下車が走ってたりとか、それとヘッドライトが入ったりとか、うん、あと懐中電灯を照らした人とかいたりとかして、うん、ダメなカットがたまに
であるんですよ。それをこう省いちゃうこともできる、はい、あと飛行機飛んでったら飛行機のとこだけちょっと直したりとかさ、まあそうですね、これ2時間ずたけてたら誰かが会社でピュッてやったらもう全部アウトじゃん。あだからそうですね、でそういう意味でも比較的ちょっと難しいようだけど慣れてしまえば簡単に取れちゃう方法ですね。なるほど、うんうん、ね、だからね、フォトアドバイスでもね講座を星のね専門のね、はい、そうそうそうねをやってるんで結構慣れるまでちょっとピント合わせとか難しいとかあるんだけど慣れちゃえばすごい簡単なんで、うん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 、ぜひぜひこの待ってる間もったいないんで、そうですね、ただ待ってるだけでね、うん、これある意味ダイヤモンド富士よりも面白いと思う。それ言っちゃうんですか。いやいや、これもあれも楽しい、うん、そうそうそう、これもあれも楽しい、そうそう、一粒で楽しい中の一つで、待ってる間もやっぱりこういうふうに撮れるっていうのは面白いじゃん、うん、はい、ね、写真を撮りに来てるんだから。そうですね、うん、ね、待ってる間にこう撮りまして、うん、撮りまして、いよいよこの明るくなってきたら、それで最後の方ちょっと空のほら下の方が明るくなってきてるのが太陽が、いわゆる向こう側の東側の、うん、下界、下界って言って、下界下の方に、はい、太陽が上がってきてるのが明るく見えるんですよ、うん、でそれが映るのもいいとこでしょ。星だけ真っ暗な方だとこんな写真を撮れないわけだから、うん、下の方が明るいのはさっき言った明るいところをこう合成して、ね、見えるからこう見えてくるんで、うんうん、でそのこの待ってる間にだんだん明るくなってきたら、星撮影は終了で、で次の、まあ、いよいよメインエメント、はい、ね、これメインじゃないんでね、はい、これだけでもかなりすごいですけれど、そう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 、メインイベントの、初日の出を、撮ります、はい、撮りました、はい、ということでじゃあちょっと動画の方行ってみましょうかな。はい、うん、はい、という感じで明るくなってきたら富士山こんな感じに見えてて、はい、皆さん準備で、それで僕ですね、これ寝癖じゃないです、ニット帽をかぶってたんで、ニット帽は寝てないですもんね。そう、寝てないから寝癖だね。そうそうそう、ニット帽を脱いだらやっぱなってそう。でこうやって皆さん結構来てるんですよ。そうですね、たくさんいらっしゃる。だからこれほらこんなにもう早くから来てるんなら星みんなで撮ろうよみたいなね。確かにこの中の大多数の人は車にいたんですね。そうそう、そうそう、車にいるかなんかだべってました。うん、でも結構来てるでしょ。そうですね、でこれ僕のカメラで2台持ってって、はい、でこちら、A カメラメインのカメラで、でこっちこれ今インターバル撮影って書いたんで、これもちょっと後で説明するんですけど、はい、2台持ってくとこれも2つ美味しい撮り方ができるんで、うんうん、まあ、2台持ってる方は、まあ、三脚も2本持ってかなくちゃいけないんだけど、うんうん、ちょっとねそれもお話しします、はい、でこんな感じでね、ね、でちょっとね撮ってる感じで、はい、というわけで、はい、2台今回カメラを、そう、この富士川町マスホのところは車でもうすぐ横に行けるんで、はい、三脚も持ってきやすいし、カメラも持ってきやすいし、うん、機材をねちょっと持ってきやすいんで、うん、まあ、三脚も2本持ってって、はい、うん、で2台カメラをね、はい、持ってきました。さっきおっしゃってたインターバル用のは、うん、そうそうそう、こっち、こっち、うん、インターバル、まあどっちでも撮れるんだけども、うん、まあインターバル用としてこの D7200 で撮って、でこっちがメインのカメラというか、うん、D800 が自分のカメラで、うん、撮りました。でまあ2台持ってく理由は、はい、アングルを変えられるっていうのもあるし、うんうんうん、であと一つはそのインターバル撮ってる、ね、さっき言った、はい、タイムラプスも作れるしっていう感じで、うん、ね、一石何鳥、一粒でってやつですね。そこ一粒でですね。へ、うん、インターバル撮影とはそもそも、そもそもでしょ。はい、インターバル撮影っていうのは、ね、こうやってカメラ設定にあるんですけれども、 あるんですね、あるかな、インターバル撮影ってあるんですけれども、うん、マインメニューの、うん、そうそうそう、インターバル撮影ってなって、本当だ、でこれをこうやると、はい、これね、おう、うん、勝手に、え、なんて言えばいいんですか、うん、これ勝手にっていうか、まあ設定はしてるんで勝手にっていうあれじゃないけど、カメラが例えば今これ、はい、2秒に1回シャッター切るようにします。はいはい、2秒に1回ずつシャッターをどん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 切ってくれて、うん、だから僕がいなくてもまあこの人が撮ってくれます。まあ、うん、昔山小屋の前で撮ってたら、山小屋のご主人にあんた写真撮ってねえじゃねえかって、カメラを撮ってんじゃねえかって言われたんだけど、まあ撮ってる、でも撮ってる、撮ってます、スイッチ入れたのは僕です。ピンと合わせて、大きく、そうそう、ピンと合わせて構図決めてスイッチ入れたのは僕です、です、なので僕です、はい、僕です。で撮ってるね、これがインターバル撮影というやり方で、まあ大体中級機以上のカメラだったらメニューに入ってるんで、うん、
使ってみると面白いですよ、うんうんうん、ね、まあ、じゃあこの何秒っていうのも自分で変えて、そう、自分で設定する、そうそうそう、ね、ちょっとうるさいんで来ちゃいます、はい、でこれがインターバル撮影、はい、うん、でそれのインターバル撮影をで、あのこの人が、まあ、勝手に勝手にじゃないね、スイッチ入れたのは僕なんだけど勝手にじゃないよ、あの、ね、はい、撮ってくれてる間に自分はこっちのカメラで、うん、好きなように撮ればいいというか、ね、そういう撮り方をしてます。で、なんか利点は、例えばアングルなんか2カ所いい場所があって、どっちがいいだろうとか、とかあるんですよ。風景撮ってると、はい、で体一つじゃないですか。で、そういう時はね、空気なカメラが、空気なカメラが、エアなカメラが、中村の意思を引き継いだこの子が、そう、インターバル撮影で撮ってくれて、で、ご本体は、メインのカメラで、より良い方に撮っていくっていうやり方が、まあ、できるっていうわけで、うんうん、まあ、ちょっと続きの動画もあるんで、はい、ちょっと見てもらおうかな。はい。で、これがね、カメラ見る、こうやってほら、ね、3秒に設定したの、3秒に1枚ずつクックってこうインターバル撮影して、今上に出てくる映像がその3秒に、そうそう、そのイメージそうそう、こうやってカシャカシャ、ほらちょっとダンプでカシャカシャカシャって、勝手にじゃない、中村先生の意思を継いだ、そうそう、エアーの中村ちゃんが、そうそう、でこう撮ってなんか ね覗いててちょっとねひらめいたんですよ、ピンって、それでカメラ持って僕移動です、こっち持って移動して、放置、こっちあ、なるほど、インターバル君放置、そう、でこれ階段のね、段の下側見たらススキが結構ね生えてて、でこれ夜中着いたから気づかなかったんですけど、今年なんか、うん、暖冬のせいかススキが結構残ってて、お正月にススキすごいですね、うん、でススキに太陽の光が入れば絶対綺麗と思ったので、うん、で下の段になぜか誰もいなくて空いてたんで、もう即移動ですよ、うん、でここでもう2つのアングルが取れちゃう、あ、確かに、上でエアーなカメラ、うん、ね、7200と下でこれ持ってご本人がより良い場所を見つけ、準備ができるという、でなんかねこういう感じで、で上の段とほら下の段でこうなって、すごいいろんなとこで撮れますね、ここ、そうそれでこのちっちゃい椅子便利、これね、これ便利なんですよ、ミニ、ね、よいしょっとねで待ちます、あ、ね、そっか、待ちますでだんだんぐーんとぐーんと撮る時もドキドキしそうですね、もう撮り慣れてるんで、まあ大体あとほらこの下がもう確実に抑えよう、大丈夫なとこ撮ってもらってるからので計算通りススキにね光が入ってきて、うん、おー、うん、いい感じに撮れてへー、うん、なかなかね、お正月のね、雲一つなくてすごかった今年はね、上、うん、その上の方もいい天気だったんですね、そうですね、それこんな感じで、それでほら、カメラ、この A カメラが下で、はい、上にあるのが中村 B カメラ、ね、インターバル撮影中しっかりこんな感じで、あと太陽なんて見ない、直接ファインダー見ないで、もうピントを合わせてそのまま切ってる大撮り方してます、こうやって覗かないで撮ってます、うんうん、でこれがほら光入って綺麗でしょ、確かに、ね、これがこっちのメインカメラで撮ったやつ、はい、上の段の時で上インターバル撮影中でこういう風に撮ります、これもつなげました、つなげて微速度撮影でつなげるとこういう感じで、おお、こういう風景、ね、だからこういうのも撮れるんで、はい、うん、面白いでしょ、はい、ね、でこれスチール写真、ね、で1枚抜け出せばこうやって写真として、うんうん、いいですね、うん、すごい、なるほど、うん、ね、こうやって安心しながら2台のカメラ構造を変えながら、なんかいいですね、安心して撮れるっていうのも、うん、そうそうね、はい、という感じで、まあ、2台で撮ってたんですけど、はい、このもともとインターバル撮影って、うんうん、微速度、ね、その動いてるのもそのダイヤモンド富士とか撮ってるとやっぱりこう太陽が動くのが撮れるんで、はい、動いてるのも撮りたいなって言ってもともと始めた撮り方なんですよ、うんうんうん、で動画のカメラでも撮れるんですけど、はい、まあ、設定で動画の設定でも最近撮れるんですけど、はい、あえてその写真として一枚一枚撮ったものをつなげてます、はい、でそれはローで撮ってます、はい、おー、ね、ローわかる？生。そうそう、ローで撮ってます。で、なんで写真で撮ってるかっていうと、うんうん、ローで撮ってるんで、まず調整ができるでしょ、写真として調整ができるので、ね、撮像素子についたゴミも取れる、うんうんうん、あと、露出がちょっとやっぱり太陽がどんどん動いてるんで、うんうん、微調整もできる、うんうんうん、ね、それからあと、まあ、写真
としてそのローで撮ってるから、残せる。動画で撮っちゃうともう動画で終了しちゃうけど、そうですね、あのちゃんとした写真で残してるんで、写真も残せるし調整もできるっていうんで、もうここも一石何鳥、ね、そうですね、もうなんか2じゃない、いっぱいありますね、ということで、あと写真としてそのね微速度撮影、インターバル撮影をやってます、はい、で写真として一番いいのもそこから抜き出してね、できますよ、でその撮った写真見ていきますか、はい、あそうですね、はい、そうで写真がこれ、これ下の A カメラ、自分、はい、自分、まあ、両方自分で撮ってるけど、降りて撮ってるんですよね、降りて撮って、あのもうすすきバッチリもう光が入るって計算通りでこういう感じで綺麗ですね、あの本当にここマスオも何度か行ってるんだけど、こんな下すすき前から入ってたかなっていうのがあって、やっぱり今年のね暖冬のせいだと、そうですね、毎年はもしかしたらないかもしれないですね、だからやっぱりこういう景色ってその時しか撮れないのかなとか思って、だからまあ、あの下降りてよかったかなってね、あとなんか綺麗なのはこっちの山の光もなんか、はい、綺麗だったんで今回は、ね、いいですね、この初日の出の強い光とこの左側のこう淡い光、優しいというか、そう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 、これがそうそう、あのメインカメラの方で撮った方で、でもう一枚、はい、あのインターバル、はい、これインターバルの中から抜き出したやつ、一番いいカットを抜け出したもので、でこれは普通にローの普通もうこのね、はい、あのカメラの最大画素で撮ってます、であとなんかローで撮ってるとこれ連写してるんで止まっちゃうんじゃないかって心配する方いるんですけど、何秒とか開けてるんで連写できるんですよ、いわゆるバッファーが止まらない、わかる、難しいんだけど、バッファあのローで連写するとカメラがほらもうこんなに書ききれないよって止まっちゃうんだけど、あのインターバル撮影に関してはあの秒を空けてるんで、そのバッファーがあの止まっちゃうことがないんですよ、だからローで1000枚撮れちゃう、だから頭でっかちで考えちゃうとあのダメなんじゃないと思うんだけど、実際やってみると、あのちゃんとローでもあの連写で撮れます、撮れるんで、大丈夫です、なるほど、ね、で中から上の段から撮ったからちょっとやっぱ景色が違って、そうね、上の段からちょっと広角気味で撮った感じで、なんか神々しさがありますね、神々しさがすごい、へえ、あれですね、だから上の段から下の段に行ったけど、上の段が悪いという意味ではなくて、やっぱりアングルってちょっと変えるとまたそこで見方が変わってくるので、違いますね、だからこれもね、本当にカメラみんなずらっと並んでたけど、ちょっと違うと実は違うんですよ、あの構図も変わってくる、ここまで違うとは正直ちょっと思ってなくて、でこの山の入れ方もこの左の山を多く入れるか右の山を多く入れるかで随分変わってきて、で実はもう少しこうあのね画面こっち側に寄っていくと、こっちけなし山っていうのはそのでっかい山が入って、それもありだと思うんですね、ただまあ大文字富士は太陽の出るポイントがあるんで、あのそのズレを計算して一応今回ねこのポジションで一番その道路の端っこの方で撮らないと太陽が山頂に近づかないかなと思って一番端っこのところで陣取ったんで、だからまあまあ、ね、山頂からギリギリだけど、朝日がね、かぶってよかったな、はい、楽しい感じで、はい、でですね、まあ、その初日の出って言いましても今回のコンセプトの一粒で二度おいしい的な、はい、でこれ微速度も見れるかな、微速度も見てみようか、でこれが微速度撮影でね、でただちょっと風があったのかな、ちょっと揺れてるのは風のせいなんですよ、であとカメラ放置してるんで、あのその間に盗まれないようにとか、盗まれちゃいます、あと倒れないっていう注意は皆さん自己責任で、自己責任で、そこは、そうおー、ね、おーいいでしょ、綺麗、ね、だから写真の感動もあるけど、こうやっぱり動いてるこの太陽が昇っていく感動も写し止める、ね、本当まさに一粒で二度おいしい撮影で、そうそう、へーすごい面白いでしょ、はい、うん、ですね、でも一つのものを取りに行くのもそこってだけじゃなくて、そうそこってね、あのなんていうのかな、今回初日の出を狙いに行ってるから、初日の出を取ることは重要だと思いますし、皆さんそれを狙ってるんで、今回良かったと思います、ただまあなんとなくこうもったいない時間をどう過ごそうかっていうのと、あと今写真っていろんなことができるので、工夫してみると、ますます楽しみというかが 広がる、広がるので、いろんなね、今のデジカメだから撮れるものって利用しておくと、幅が広がるんで面白いんじゃないかなと思って、
はい、ぜひぜひ皆様も参考にしていただいて、よりいろんなものを取って楽しんで、ね、一粒で何でも美味しかったです。はい、もう二つではないですね。ちょっと数えるのがいくつどこまでだろうとか、まああんまり欲張っちゃってもあれなんで、まあ二台持ってって、一台はインターバルで、ね、広角で取ってみて、一台は自分のあれで取ってみるっていうのも一つだと思うので、まずそこからやってみるといいと思います。ぜひぜひやってみてください。はい。はい、さあ続いてのコーナーはメールサポートのコーナーです、はいはい、今回も質問をいただいてますので、まず読んでみたいと思います、風景をよく撮るのですが、色が薄く感じます、もっと鮮やかな風景写真を撮りたいのですが、どうすればいいでしょうか、ということで、なるほど、はい、多分あのカメラを買った時の設定のまま撮ってると思うんだけども、はい、いろんなことが考えられるけど、まあその設定のままで撮ってる場合、ちょっとこれを変えたらいいよなっていうものについてお話ししたいと思います、はい、でね、ピクチャーコントロールってニコンでは言うんだけど、ピクチャーコントロールってわかる？はい、あのピクチャーをコントロールするやつ、コントロールするんです、はい、簡単に言ってしまえばもうその通りで、写真、はい、写真の仕上がり設定を、切り替える機能、日本語で言うと写真設定切り替え機能かな、はい、写真設定切り替え機能のメニューっていうメニューでピクチャーコントロールって、はい、ニコンはそう言うんですけれども、そういうのがあるんで、ちょっとそれについて今日はお話ししていこうと思います、はい、でところでさ、あずちゃんフィルムカメラって撮ったことある？ありますよ、世代ですから、世代ですからねあれですね、あの映るんですですとかも、あ、そうね、あれもフィルムカメラ、じゃあさ、あフィルムカメラとデジタルカメラの違いってわかる？あのフィルムカメラはフィルムが入ってて、デジタルカメラはフィルムが入ってないやつです、そうなんですよ、はい、笑っちゃうとこなんだけど、じゃあそれ大当たりで、全くその通りで、フィルムカメラはフィルムを入れるカメラ、でデジタルカメラはフィルムを入れてないんだけど、そのフィルムカメラの時はそのフィルムごとに、そのメーカーだったりとか銘柄で、色とかそれが違ったんですよ、あ、なるほど、わかる、そうそうそう、このフィルムは、このフィルムは例えばもう今日フィルムいっぱい持ってきちゃったんだけど、例えばこういうねフィルムっていろんな種類があるんですよ、ね、なんか懐かしいですね、懐かしいでしょ、はい、まあ今も売ってんだけど、なんとなく今見ると懐かしいよね、はい、ね、こうやっていろんなフィルムがあります、お、ね、出てきますね、そうそう、ね、こんなに、まあ、そうそう、これだけ種類がたくさん、まあまあいろんなフィルムがあるんですけれども、まあ、例えば風景に適した、こうやってコントラストの高めに撮れるフィルム、ベルビアって言われても、風景撮りに行く時よく使ってたフィルムなんですけど、ベルビアっていうフィルムね、こういうのあったりとか、はい、あとは普通に綺麗に撮るにはね、このやっぱ富士のプロビアって、これ多分すごい使ってたフィルムなんですけど、こういうね普通のナチュラルに綺麗に撮れるフィルムとか、あとのポートレートなんか柔らかく撮れるね、こういうね、ネガカラーのフィルムなんですけど、はい、ポートレートが柔らかく撮れるフィルムとか、あと白黒フィルムとかね、いろんな種類をあって、それを使い分けてたわけじゃない、分けてたわけですよ、使う用途によってフィルムを使い分けてた、だからこうやって風景を撮るフィルムと人物を柔らかく、花嫁さんとかを柔らかく撮るフィルムって違うフィルムを使ってたんです、使い分けてたんですよね、ね、でもデジタルカメラはそういう機能がなさそう、なさそうっていうか、フィルムじゃないからできなそうじゃん、イメージとしては、イメージ的、でも実はできるんですよ、できるんです、できるんですそれが今言ったピクチャーコントロール、ニコンでいうピクチャーコントロールで、日本語で言うとその仕上がり、写真仕上がり切り替え設定、でメーカーによって呼び方違うんで、ちょっと今呼び上げるんで、それぞれの自分のメーカーのやつは何かなっていうのを設定の中から探していただければいいと思います、はい、でまず、ニコンは今言ったようにピクチャーコントロール、はい、で以後ちょっと僕は一応ニコン使ってるんで、ピクチャーコントロールという言い方をしますけれども、他のメーカーによって違うんで、ちょっと言ってで、キャノンはピクチャースタイル、ピクチャースタイル、はい、ウェブで検索するときもそのメーカーごとのあれでやるとちゃんと出てくるん で、はい、でキャノンはピクチャースタイルで、ペンタックスがカスタムイメージ、カスタムイメージ、ペンタックスカスタムイメージ、はい、ソニークリエイティブスタイル、クリエイティブスタイル、みんなちょこちょこ重なりますね、そうそう、ソニークリエイティブスタイルね、はい、でオリンパス、はい、簡単で仕上がり、わかりやすい、仕上がり、あずちゃんが使ってるオリンパス、はい、だから自分のはこの中から仕上がりっていうのを探せば、はい、今から話すことの同じことがあって、はい、
であと富士フィルムは、まあ、やっぱりフィルムメーカーなんで、うん、まあ、フィルムシミュレーションって一番分かりやすいような分かりにくいような、はい、フィルムシミュレーション、まあ、分かりやすいんですよね、はい、分かりやすいんですけど、まあ、デジタルから始めた人はねちょっと分かりにくいんだけど、うんうん、まあ、プロビアモードとかふうにあるんで、富士フィルムはフィルムシミュレーションで、これらが全部その仕上がり設定、写真仕上がり設定切り替え機能で、それぞれ似たような機能です、はい、まあ、ほぼ同じ、全く同じじゃないけど、これから同じ、そうそう、機能はほぼ同じ、その写真の、感じを変える、切り替える機能 でこれは、設定なので、そのレタッチとかそういうのとはまた違うので、よく聞く画像エンジンってね、はい、言うんですけど、その画像エンジンがカメラの中で処理した、絵です。絵っていうか画像です、うんうん、はい、うん、でそのピクチャースタイル、ピクチャーコントロールについてちょっとねお話をしていこうと思います。はい、で、このね、最初カメラ買った時はだいたいスタンダードっていうのに入ってます、はい、あ、それもメーカーによって違うんですけども、ニコンの場合はスタンダードっていうのになってて、で、まあ、スタンダードってのはどういうのかっていうと、まあ、名前の通りまあまあ平均的な設定で撮る、うん、まあ、無難っていうのかな、うん、まあまあ、いわゆる広くいろんなものが、うん、撮れるよっていうモードになってます、はい、でそれを例えばご質問の方は風景をパッキリ撮りたいっていう時に、うん、風景モードに変えるだけで、うん、結構パッキリします、へ、うん、そういう変な処理に頼らず、うん、ちゃんと JPEG 撮って出しでも、うん、スタンダードから風景に変えるだけで印象がガラッと変わります、はい、でこれね結構技として使えて、僕なんか仕事で写真撮ってて、まあ、クライアントの方がいるわけじゃないですか、はい、編集の人とか、うんうん、でなんか撮って見せた時にもうちょっとパッキリならないですかねって言われる時あるんですよ、はい、でそういう時はまあ、老現像をその場でするわけにいかないじゃない、時間もある、うんうん、そういう時は、はい、そのピクチャーコントロールをちょっと変えてあげて、うんうん、パッキリ見えると、ああそういうイメージですっていうふうにできるんで、そのね、短い時間ですぐそのイメージを変えられるね、あれができるので非常に便利です、はい、うん、でまあそれはね、まあ、いわゆるフィルムを入れ替えるのと同じ感覚なので、うんうん、その一つ一つのモードがね、こういう、ね、自然に撮れるフィルムのモードとか、コントラストがね高く撮れるでフィルムのモードみたいな感じになってます、はい、ね、うん、それが切り替えると、まあ大体切り替えてますか、みんな。私はなかなか切り替えておりません、うん、なかなか切り替えてないでしょ、はい、だからぜひ全然変わってしまうので、うんうん、ちょっとやってみるといいと思います、はい、でちょっと写真を、はい、そのモードによってどんな感じに違うのか、見ていくといいのかな、はい、うん、ぜひまずはモードの差を見ていきましょうか、はい、で、まずはね風景で見ていこうか、はい、で3枚並べてるんですけど、まあ、ちょっとこれは写真がちっちゃいんであれなんですけど、一応スタンダード、ポートレート、ランドスケープってあるんですけど、はい、で、ランドスケープっていうのは風景モードね、いわゆる、なるほど、でこうちょっとちっちゃめで見てもランドスケープって空がちょっと濃く見える、はい、見えない、濃いですね、濃いでしょ、ね、これ全部同じ写真なんですね、同じ写真です、同じ写真から、ピクチャーコントロールを変えたものだけを変えたものです、露出も変えてないです、お、全く同じ写真のピクチャーコントロールを変えた3枚 で、はい、でちょっと大きいの1枚1枚見ておこうか、はい、でスタンダードは、うん、まあ、いわゆる自然な描写のモードなんですけれども、うん、まあ、若干ちょっとねコントラストを高めに見えますけども、はい、まあ、いわゆるメーカーが決めた、うん、そのまあ、いわゆるスタンダード、スタンダード、ね、でちょっと次見てみようか、はい、であえてこれポートレートモードってちょっとあれしたん で、はい、でポートレートモードという名前になってるけれども、まあ、いわゆる少し柔かく出る、うん、モードです、そうですね、うん、だから僕なんかはこの風景だから風景だけしか撮らないとかじゃなくて、うん、ちょっといろんなそのピクチャーコントロールを試すとイメージに近づいたりとかするんで、うん、その都度変えてみてもいいと思います、でポートレートのいいところはこの山のなんていうのかな、影の部分が潰れてないでしょ、真っ黒にならないで、はい、ちゃんとその影の部分の雪とかその陰影立体感も見えてるっていうのがまあ特徴ですよね、はい、風景で撮ってもそういうのが見えると、うんうんうん、で逆に今度ちょっとランドスケープ見てみましょう、はい、今度はパッキリすごい分かりやすいです、ね、そうでこれはほら主題の、これ上高地の穂高なんですけど、穂高にこのスポットみたいに光がキリッと当たって、うん、陰影がパッキリしたモードに撮れる、これがランドスケープ、
なので質問の方はこう鮮やかな風景写真が撮りたいってことだったので、うん、やっぱりこの、ね、ランドスケープモードに入れると、うんうんうん、もうだいぶあのそのパッケリ感が変わってくるので、うんうんうん、ぜひちょっとねあの、はい、試してもらいたいと思います、はいうん、パッ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 と1枚ずつちょっとあのもう1回なんか大きいの比べてみると画面の中で切り替わるか分かるね。スタンダード、ポートレート、ランドスケープ、うんうんね、おーこんなにね印象が違うの。露出変えてないんですよ、はい、それが面白いでしょ。露出そうです、ね、よく露出だと思って露出変えてる方もいるんですけど、まあ、確かに露出の差でも違って見えるんだけど、うん、あのピクチャーコントロール変えるだけでこれだけ印象がね変わってきますですね、うん、本当写真はその人の好みが大きく出ますから、うんうんうん、好きなこうモードを選んで撮れるっていうのも知ると面白いです、ねうんうん、そうそう。でこれ JPEG で、ね、取って出しでこう変えられるっていうところも魅力で、うん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 、ただ JPEG で撮ってしまうともうこれで決定になっちゃうんで、やっぱりもうちょっとこのねチャンネルでもよく言ってるようにローで撮っておけば、うんうん、後で切り替えられるんで、あ撮った後でもそうそうそう、スタンダードで撮ったやつも、うんうん、ローで撮っとれば後で、まあ、無条件でランドスケープに変えられます。へそれいいですね。それいいでしょ。だから撮るときは気にしないで後で変えるっていうのもね、うん、もうこの作例も実はそうなんですけどね、全部ローで撮ってるんで、あのそこだけちょっと変えてみるとこういう風にね。それいいですね、うん、撮るとき悩んでしまいそうで、このモードもいい、でもこのモードもいいなみたいな。そう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 、そうかローで撮っておけば悩まずに進む。後から後からいっぱい悩める、うん、好きなように変えれるんですね、うん、だからあれでもいいんですよ、ランドスケープで撮っちゃって、うんうん、あちょっと逆にこうね陰影がきつすぎるなと思ったら、うん、スタンドで戻すってこともできるんで、ああそう、もう皆さんローでローで撮っとくのが、はい、このピクチャーコントロールを使うコツでもあります。はい、切り替えもできるし、ぜひローで、ね、ぜひローで、うーん、なるほど、ね。でさっき言ったように、うんうん、あの風景だから風景にする必要がなくて、うんうん、スタンダードとかニュートラルとかあるんですけど、でニュートラルってのが一番柔らかい描写で、はい、で逆にそのレタッチ、現像レタッチを多くやりたい人はそのニュートラルっていうのを取っておくと、うんうん、いじりやすいというか、うん、あんまりその処理されてないナチュラル、一番、ね、うんうん、ね、化粧してない状態みたいな、ね、あそうそうそう、スピンに近い状態うまいね、そうそう、スピンに近い状態に、そうそうそうね、画像エンジンってね、お化粧だからね、そうそうそう、うまい、その上手にね、お化粧していけると、そうね、もう生って言ってたのがずいぶん成長したよね皆様のおかげでございます、まあ、というわけで今こう風景で風景で見てきたい、はい、じゃあちょっとポートレートでもね、はい、見ていきましょうか、はい、ね、これすっぴんじゃないですね。そうですね、これはもう重ねて重ねて作り上げたものです、はい、でこれがいわゆるだからスタンダードで撮ると、まあ、ナチュラルな雰囲気、はい、後ろのこの石垣とかもナチュラルだし、うんうん、お肌のとか洋服も、まあ、ナチュラルな感じで撮れるのがスタンダードなんで、うん、まあ、カメラ買った状態ではこのスタンダードに設定されてます、はい、で次、いこうか。でポートレートっていうのはやっぱりポートレートモードっていうだけあって、この柔らかさね、うんうん、お肌の綺麗な方のお肌のお柔らかさとか、はい、すごいと思ってますけど、ね、大丈夫ですかね、はいはい、柔らかい感じ、そう柔らかい感じだし、あと石垣も自然な感じにこう映ってるんで、あんまり重くない印象というか、うん、あ確かに、うん、になってるのがこの、ポートレートモードです、うんうん、はい、で、あと僕は割と風景でもランドスケープで撮っちゃうことあるんですけど、こうパッキリモードなんだけど、逆にこうなんていうのかな、パッキリしてね、衣装もこう綺麗に見えるし、あ、うん、確かに、まあ、だからどれが正解っていうわけじゃないんですけども、フィルムの時はほら一回取り合って全部取ってから入れ替えなきゃなんなかったけど、このデジカメというのはデジタルカメラというのは便利で、はい、後から気が変わっても途中から気が変わってもすぐ切り替えられる、ね、設定なので、うんうん、ぜひぜひこのねピクチャーコントロール仕上がり、写真仕上がり、設定モード切り替えっていうのをね、はい、でこれ3枚並べたのあるかな、あるね、うん、そうそう、こんな、まずやっぱり背景とのこのバランスが随分変わっちゃうと思うし、分かりやすいですね、これね、うん、ね、うん、好みでいいと思います、うん、ポートレートだけどランドスケープモードで撮ったら、うん、鮮やかに見えるし、でまあポートレートを王道的に柔らかく撮りたかったらやっぱりポートレートモードで撮ってもいいし、うんうん、でもニコンに関してはね、スタンダードで撮るよりもそのポートレートモードで全部撮ったらもうちょっとナチュラルでいいかなっていう部分もね、うんうんうん、あったりとかしますね、はい、うん、まあお好みなんで、でローで撮ったら変えられるし、お好みなんで、うん、これをベースにね、うんうんうん、現像
もできるし、はい、うん、なるほど、便利でしょ、はい、とても便利ですね、とても便利なのにね、あのね、設定にねあるんですよ、ね、ニコンだとこのね、ね、ピクチャーコントロール、こう、ここですよね、ね、ね、なるほど、ね、うんうん、で、あのどんなに違うかっていうのをね、ちょっと変えてみてるといいかな、うんうん、でちょっともう一回ポートレートのこのちょっと続きなんですけど、その、はい、あのランドスケープに向くポートレート、はい、これこの間ねちょっとあずちゃんと、そうですね、港区の都会で撮って、はい、で日中シンクロちょっとあれしたやつなんですけど、これねポートレートだけどポートレートモードよりもでこのランドスケープの方がちょっとかっこいいんですよ、わかるね、はい、あのポートレートモードだと見えすぎちゃうというか周りのそういうあれが、うん、あの柔らかい分見えすぎちゃうんで、うん、このランドスケープ使うとこの顔のこのね日中シンクロかけてるこのスポットの感じとか、あと空のあの雲がねいいあれ風景だったでしょ、そういうのをあの出したい時はランドスケープモードを使うというような使い分けができるんで、うん、こうやって使い分けてます。その場でこう切り替えられるから、これの時はこのモードがいいなとか、そう、もう慣れてくればまめにこちょこちょ変えてもいいし、うんうんうん、まあさっき言ったように現像の時に、うん、あのあれで、はい、あの変えてもいいし、どっちでも、まあそれはそれぞれのあのお好きなお好きなお好みな形でお好みな形で、なるほど、うん、やってくたあのいいんですね、はい、うん、なるほど、あれですね、もうこう撮った写真はより自分好みに、そう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 、そう、しかもレタッチじゃないんで、これはあの、うん、カメラの中にある機能なんで、はい、使わなきゃ損だし、確かに、うん、でそれがほらなんか自分のカメラの色が、ね、ご質問にもあるように、はい、気に入らないカメラが悪いと思っちゃう部分も、うん、中にはいらっしゃるじゃないですか、うん、じゃなくて、まあ、こういうちゃんとあの設定があるんだよっていうことで、はい、うん、あと細かくあのちょっとカスタマイズなんかもね、うんうん、できたりとかも、まあ、するんで、はい、うん、まあ、うん、ちょっとピクチャーコントロールっていうのを、はい、ぜひぜひ皆さん切り替えてみて、はい、ね、使っていただいて、使っていただいていければ、はい、ご自身のカメラをより、はい、そうそう、もう一回言おうか、メーカーによって、まあ、もうピクチャーコントロールばっかり言ってるからニコンがピクチャーコントロール、キヤノンがピクチャースタイル、ペンタックスカスタムイメージ、ソニーがクリエイティブスタイル、オリンパス仕上がり、はい、はい、富士がフィルムシミュレーション、ね、はい、これがねあのそれぞれ、ね、の名称を、そうそう、はい、こういうのに変わる名称ですね、はい、それを存分に駆使していただいて、より自分好みの写真といいますか、ね、そうそう、でローで撮っておきましょう、はい、ね、そうですね、はい、後で、変えることも可能です、はいはい、ぜひぜひこういった機能も使って写真をより楽しんでいただければと思います、うん、ね、はい、はい、こういった質問コーナーでは様々な質問をお受けしております、うん、今後も質問お待ちしております、はい、さあ続いてのコーナーは今回インフォメーションということでいくつかあるんですけれども、一つ目はとポートレートワークショップということで、はい、今月の1月にポートレートワークショップがいくつかありまして、そうですね、はい、モデルさんは誰だ、ですね、ちょっと今回やらせていただくことになりまして、はい、はい、私が務めさせていただきます、ね、ね、はい、もうだってフォトアドバイス一番顔が売れてる、いやらしくないですか言い方いえというわけではなく、あの皆様にお会いできる、うん、あのね、機会ができたと、ちょっとあの、ね、内心ワクワクしております、うん、はい、期日なんですけれども、うん、場所と日にち、そうそう、はい、日にち、と一番近い日にちが1月21日、はい、横浜で、はい、横浜で、はい、開催されます、うん、で次が1月の28日、はい、京都の宇治で開催されます、うん、ちょっといいよね、なんか1月の京都宇治で、ね、あのポートレートでね、はい、京都の街を生かしながら撮るの面白いと思うんで、はい、で特にほらあの京都のいかにもっていうところの一つなんだけど、一つなんだけど、うん、いわゆるちょっとね今回宇治っていうことで、ね、はい、あのちょっと渋めと新しい位置というか、うんうんうん、ね、祇園とか、うんうん、ね、そっちの方はね東山の方は今までやったんだけど、うん、もうちょっと新しいポイントで京都らしいところっていうところでちょっと宇治っていうのを考えてみました、はい、はい、うん、そう、気になる方はぜひぜひ、気になる方はぜひ、はい、でその次の日の1月29日には、うん、今度は県を変えまして広島の新幹線ビヨンド、はい、うん、尾道ね、はい、そう、尾道は僕もちょっと楽しみで、はい、もうあのやっぱりね映画なんかでもよくね見る場所だったし、うんうんうん、瀬戸内海のね、はい、あのそういうところで、まあ、ポートレートとね、うんうん、まああと面白いねちょっと街並みとか風景とかあればそれと絡めて撮っていけると、うん、はい、うん、いいかなって
思いますよ。はい。ぜひぜひ、なんかポートレート撮ってみたいけど、うん、どうしようかなって思っている方とかにもこう入りやすいと言いますか。うん。はい、なんかね、なかなかほら、撮ったことない方って、敷居が高く感じちゃうのかな、女性を撮るって。まあ、結構、お声はありますね。お声はあるんですけど、やっぱりいいチャンスだと思うし、で、ポートレートというのは、やっぱりいろんな撮影ジャンルの中で、やっぱりその、一番、まあ、基本的なことも学べるし、うん、あとね、ね、ワークショップなので分からなくなったらすぐ聞けます。そうそうそう、ワークショップとしてやるから、はい、割と撮ったことない方も安心して撮れると思うし、うん、で皆さんね、ありがたいことに初めてポートレートを撮りに来た方がみんな面白かったって言ってくれるんで、うんうん、頑張んないと、はい、頑張ります。はい、なのでぜひぜひ1月21日28日29日、うん、ポートレートワークショップで皆様にお会いできるのを楽しみにしております。お待ちしております。はい、それではインフォメーションコーナーパート2、パート2ということで、はい、フォトアドバイスの佐藤です。はい、今回はですね、先ほど中村カメラマンの方から、ダイヤモンド富士に絡めた、星空についてお話があったかと思いますが、うんうんうん、まあ、ちょうどフォトアドバイスの方でも、うん、まさに12月からスタートする星空講座というものを今行っております。はいうん、で募集期がですね、1月の14日まで 行っております。うん、内容もですね、先ほどのちょうど星がさーっと流れていった、うんね、微速度タイムラプスの作り方というところも含めていますので、今時の星の撮り方、はい、ね、これを機会に星を撮ってみたい。で冬場は結構ね、気候が安定していて、うん、街中でもよく星が見えるいいシーズンですので、うん、寒いけど撮りやすいってことですよね。そうですね、うん、非常にいいベストシーズンとも言えますので、うん、ぜひぜひ、ご参加ください。ね、いろんなね、設定とかね、奥義をね、教えていただけるんですよね。はい、ね、講師はね、三角成形写真の第一人者の村田カメラマンですね。ぜひぜひ安心してご参加ください。うん、はい、フォトアドバイスでは先ほどの星空講座のような、それぞれのベストシーズンに合わせた写真講座のほかに、うん、毎月1日からスタートする毎月開催という写真講座も行っています。うん、内容的には写真の基礎技術ですね、基本を学べる講座というのを揃えております。で今ですね、標準レンズ講座という講座を、中村カメラマンの、指導のもと11月から、順次スタートしております。で今毎月30人ぐらい、合計100人ぐらいの方が受講されておりまして、うん、で次開催する2月もまた今続々と申し込みをいただいております。うん、そしてこの2月から、老現像レタッチという講座も合わせて、うん、スタートしていきます。これ先ほどの老現像の話ですよね。そうですね、アドビの、ね、インストラクターの方と一緒に、老現像の基礎から、ね、初めの本当に初めの部分から、いろんな使い方の、ね、基礎の部分を、ね、やっていこう、みんなで頑張っていこ う、っていう、はい、実際に、ね、受講された方のビフォーアフター、うん、これ、いわゆるカメラ写真を撮ったままの状態 とでこの講座で学んだ老現像レタッチを施した作品というのをちょっと並べてみました。はい、ちょっと解説していただいてもよろしいですか。まずこのビフォーカメラで撮っただけだと、このね、日が差しててこの畑にね、光がね、当たってるというシチュエーションで撮って、そういう写真を撮りたかったと思うんですよ。だけどこの、まあ、いわゆるJPEG だけというかカメラ撮ってねだけだと、まあ、こういうふうに露出を太陽に合わせてしまうと、葉っぱまではなかなか、ね、光が常に見えないと。で現像していただくと、これ写真のデータの中には入ってる情報なんですよ。たまたまこのモニターで、ね、見た時はこう黒く潰れているようだけども、写真のデータの中にはこの緑の葉っぱというのは入ってるので、それをうまく自分で引き出してあげるっていうのが、まあ、老現像なので、うん、そのやり方をね、あとやりすぎちゃってもいけないので、そのバランス感覚で写真の良さを引き出すというね、ポーズになってます。そうですね。ね、まあ、この今回の作品みたいに黒くて潰れてしまったところをうまくね、うんうん、そのイメージに合わせて浮き上がらすといった作例とか、そうそうですね、それができちゃうのはね、老現像でありますし、これもまあイメージのね、やっぱり自分の中でこう頭で描いた絵をね、いかにこの本来の花の白さであるとか、ね、光の感じのね、あれを印象に近づけていくというね、ことができますし、はい、ね、あとね、魔法のように写真が変わってしまうっていうですね。これはすごいなって、電線、やっぱり
世の中ね、電線とか標識とかね、邪魔なものが多くて、あ、それさえなかったらっていうね、ことがね、いっぱいありますよね。それで、まあ、電線とかそういう人工物はね、もともとなかったものというかね、僕は、基本、その人工物は消しちゃってもいいよっていう、考えがあるんで、まあ、こういう電線なんかがね、消せれば、やっぱりね、取りたかったものが幅広くなったりとかね、より良くなっていくんで、こういうのもね、勉強できるんで。といった、写真が魔法のように見違えるという、まあ、そういった技を学べる講座ですので、ぜひ興味を持った方はご参加ください。はい、さあというわけで、今回は新年一発目、1月号ということで、いろいろ盛りだくさんでお送りしてまいりました。ですね、今年もね今年も2月3月とずっと同じようにこう楽しく企画を作って、皆さんにより写真を楽しんでいただけるように頑張っていきますので、みんないろいろ撮りに行きましょう。今年もフォトアドバイスチャンネルはよろしくお願いします。はい。